練習したな。ところでミコはなんでこんなにライデン将軍のことを知ってるんだ。おう、わらわにそれを聞くのか。そうじゃな、わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。おえ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわのキツネお姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。調子に乗るな。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのはわらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対ライデン将軍特訓第2幕といこうか。まだあ